そう、明日と急に話し始めちゃう。明日、あさって、しあさっての3日間はお話し会です。そうだね、今のところ決まってるお話し会がその3日間で最後なので、楽しみましょう楽しもうね、みんなで。来てくださる方一緒に楽しみましょう。平日にさ、お話し会とか、なんだろう、握手会が、そのあゆが入ってから握手会が土日にしかか祝日しかやってこなかったから、なんか今回こう平日、まあ握手会じゃないけどお話し会だけど、そう平日にやるのが初めてで、なんか新鮮。そうだよね、まだ平日だよね。なんかさ、いや、お休みの、なんだろう、ゴールデンウィークとか秋休み冬休み春夏みたいな、なんか全部の休みの始まりがよく分かってないっていう、いつも始まったらもうこれなんだみたいな感じだから、ちょっといつから、まだまだだもんね。だからさ、なんかそう思うと新鮮じゃない。今まであったのかな、ありました、今まであったのかな、どうなんだろう、うん、全然わかんない。あったのかも、あったのかな、前とかは、あゆが加入する前とかは、どうなんだろうね。そうで、まゆが入ってからは初めてなので、すごく新鮮、楽しみ。あ、なんかすごい待ちすごい、もうここら辺で拍手こうしちゃうから、待っちゃう、待っちゃう、お洋服の繊維たちが。29日のワンショットのポーズ、何がいいかなって、何かやってほしいポーズがあったら言ってくださってもいいし、逆になくってなんかお願いって感じだったら全然お願いも、はい、お待ちしてますちょっとその場で、じゃあこれみたいな感じで言うかも。うん、全然今日は何ポーズみたいなの決めてないので、なんだろう、その場の、この方はこれピースが好きそうとかなんかそんな感じでいつもそう言ってるので、全然そっちでもいいし、やりたいポーズがあったらそれ言ってくださっても大丈夫です。あ、昔善悪の妻釣りが平日だったかな。そうなんだ。夏だからかな夏だからなってでもそうだよね。あ、でも今日からゴールデン休みって人がいたから、お休み時期では、あ、じゃあ今日からって方もいるし、明日からの方もいるかもしれないか。じゃあそうだよね。でもお仕事の方とかも、学校の方とか行くけど、そうあるから、途中で行けるかギリギリになっちゃうかもしれないけど行くねみたいな言ってくれた方がいたから、そうだよね、まあ人それぞれか。お待ちしてます。そうだよね、最近公演見て気になってくださった方とかもぜひ来てくださいそうだよね、今はなかなかお話しする機会が、そうだね、そんなないので、この機会にぜひお待ちしてます。はい、でも今お洋服、なんか着たいお洋服はあるんだけど、なんかまだちゃんと決めれてないから、この後決めないとって思ってる。そう、でもちゃんとなんかお風呂上がった後に、お風呂上がって今綺麗な状態でお洋服触りたいんですよ。なんかさ、もうそうそうそう触りたいから、まあ夜決めるんですが待ってる今。そう、そんな感じで
楽しみましょう、みんなで。配信変だったのかな、変でした。あい変だった。これちょっと Wi-Fi 切った。多分みんな変だった気がする。多分多分一緒な感じ。だの僕夏の時にゆいりさんから、そうピンクメイク、ピンク系のメイクが似合いそうみたいな言われたので、3日間のどこかでピンクメイクしますでも分かんない、青洋服を着るかどうかがちょっと分かんないからあれだけど、でもする予定でいます。どこかで、全然どこでするか決めてないけどしますので、お楽しみに。そうゆいりさんにね、そうゆいりさんと楽屋がお隣なんですよ。だからそうこの間ねメイクの話してて、そういうピンク似合いそうみたいな言っていただいたので、ピンクメイクしまーすしまーすってします。はい、お楽しみに。そうなんかほんと最近は茶色にまた戻ってたんですよ。一時期ピンクやってたんだけど茶色に戻ってきたので、また改めてピンクにしたいと思います。お楽しみに。そんなお話し会でございます、3日間。そんなってなんかそんな深いお話深掘ってはないけど、でもお楽しみに。いつか村山部で髪型も服も全部お揃いちとかも着て、それなんかもう握手会じゃないところじゃないとできなさそうわかる。なんかさあ、まあでも握手会でもストレートならいけるけど、ストレートか外跳ねならいけるけど、巻きできないし湯がけないし、だからそうなんですよ、まず髪の毛がアレンジできないからまず無理じゃんってなると、もうなんかメイクさんにやっていただける時しか髪型お揃いができなさそうでもやってみたい。そうお洋服まではあるんですよ、ゆいりさんとは。何回あるんだろう、結構ゆいりさんと何回かね、握手会、お話し会でもやったことあるし、握手会でもあるかな、あるので。そうゆいりさんとお揃い結構多い。なんかあとはなんか自然とお揃ってるものがある、なんだろうな、自分たちで見に行ったこともあるし、そう自分たちで揃えたこともあるし、ファンの方からでも揃わせていただいたことあるし、そうあとはたまたま揃ってること、あーこれ持ってますよみたいな、そうっていうこともあるから、なんかね奇遇ですねゆいりさんともう相性バッチリそう普通になんかレッスン着とかじゃなく私服で、なんかそう色違いとか全く一緒の色だったりとか持ってることある。そうぐらいゆいりさんとお揃いのもの多くて嬉しいです。あゆはやったねって気持ちです。多分ほんとメンバーさんの中で一番お揃い多いのゆいりさんだと思う。うん多分なんだかんだで一番多いゆいりさんが。次はゆかるんさんかな。うんゆかるんさんもですかも、ですかもなんか口調変だった、ですかもですね多分。そう1番ゆいりさん、2番がゆかるんさん
あとは、誰だろう。でもなんかほんと、でも結構やっぱね、お揃いたまたま衣装とか多くて、誰だろう。あ、でもひな子とか、まほちゃん、あ、ん、ひな子、ひな子、ん、ひな子は違うか。まほちゃんとたまたまお揃いとか、さともたまたまお揃いのものも多いし、あ、でもれいちゃんとは何個か持ってます。そう、お揃い、れいちゃんとも持ってるし、あ、マチャリンとも、なんかイヤリング系お揃いあったな。あった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 そう、あったけど、でも多分ほんとゆいりさんがダントツで多いです、愛の中で。愛の中でゆいりさん多くて、次ゆかるんさんですね。うん、そうです、そうです、です、ですって、そんな感じですね。だからね、村山部とあゆかるんよろしくお願いしますよろしくお願いします。そう、ゆうりさんと一緒に着てないけど、お揃いなのあったぶん3着ぐらいあるかも。2、3着多分あると思う。うん、まだ着てないけど、一緒には着てないけどお揃いってものあります。そう、いや着たいなーって思いながらいます。そう、ゆかるんさんとは今のところ全部着てるかな。全部、うん、多分着てる。でもあの生誕祭の時にゆかるんさんからのお手紙で、そう、またお揃いしようねみたいな感じのことを書いてくださったので、またやりたいですね、ゆかるんさんと。やりたい、会いたいもうまずは会いたいになっちゃう。そう、会いたいですね。そんな感じです。なんかさ、今日のさ、すごいごめんね、話変わっちゃいますが今日のなんかショールームの色いいね。なんか光に包まれてるか、菩薩光に包まれた。黒だからかな。いや、白じゃないから反射しないもんね。黒は吸収するんだもんね。関係ないか。いや、吸収しすぎてみたいな感じなのかな。すごいよね、包まれて。もうやってる、確かに。でもいい、こんな感じいいですね。ね。うん、393日だって。あと7日で途切れ途切れだね。7日で400日になります。いや、400日いつだ。7日後、明日4、明後日5、しあさって6、ん、土曜日7、日曜日8、月曜日9、え、あれ、なんか待って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 、3日後、うん、え、うん、あ、来週の火曜日で400、なんか通り過ぎてた。ああいう400、火曜日、火曜日、
ちょっと長くできるかどうかちょっとわかんないんですが、でもまあ多分ね、毎日できる日はやるので、まあでも400日ね、いけたらいいし、500日行きたいよね まだまだあと100日以上あるのに500日行きたいし、なんならば2年続けたいからね、ちょっと頑張りますが、皆さんもよかったら見てください。でもほんと見てくださる方がいるからできるなってはすごく思います。そう、さすがにね 0人だったらちょっとできないので、寂しすぎて ますね。そうだね、そうできないんで、ほんとありがとうございます。あとはね、そうだね、でもほんね、そうですね、あとどのくらいだったかな、でも今あともう少しで確かフォロワーさん、ショールームのフォロワーさんも1万人いくので、ぜひ、まだ今見てるけど、フォローしてなかったって方いらっしゃったら、よかったらしてください、フォローも。待ってます 待ってますっていう。あとは、なんだっけ、推薦コメントだっけ、もう、待ってます 全部待ってますっていう。そう、お待ちしてます。はい。はい、よかったら「おはよう」とか「こんばんは」みたいな、ほんとそんな一言でも全然嬉しいのでお待ちしてます おはようじゃもうなんか今起きた人みたいになっちゃう けど待ってます。はい、フォローしてなかったって方いる、じゃあね、してください してね、もう強制みたいになって、してねっていう、してね。そう、でもね、そうだよね、あとはでもツイッターの方も、そうこの間3万人さん行きまして、いやー今年ね4万人さん行けたらいいなって、1万人ってでもそんなね、なんだろう、すぐ増える数ではないけど、いけたらいいなって思いますので、 SNS 系も頑張りたいと思います。はい、ね、そう SNS 強くなりたいって思った そう SNS 強くなりたいって思ったので SNS 頑張ります。 TikTok もそうだし、インスタほんと更新してなさすぎて申し訳ないんですが、うん、そう強化月間SNS 強化月間、おお、領域展開って言っても分かるのかなって、あ、もう全然いいよ 呪術廻戦だよね、そうだね、そう SNS 強化月間でーす、今年おなんか長め、今月とかじゃなく はい、なんかね、そうだよね、何かでも強くできればいいなと思ったので、 SNS を愛は強くできたらなって思ったので頑張ります。なんでぜひ皆さんもツイッターとかね、なんだろう、ツイッターはいいね、リツイート、リプとか、引用リツイートもか、とか、インスタだと、いいねとコメントとメッセージも全然待ってますし、あとは、TikTok だと、いいねと、コメントと、リンクコピー リンクコピーっていうと、ショールームはコメントかだよね、とかなんかいろいろとよろしくお願いします。愛も頑張ります。はい、
はい、そんな感じでよろしくお願いします。はい、では今日もちょっとね、その長くはなかったですが、今日もここまでとしたいと思います。見てくださった皆さんもありがとうございました。ランキング発表読みます。13位、カンガールーアイドルも大好きさん、ありがとうございます。12位ピートングさん、ありがとうございます。11位パピコさん、ありがとうございます。10位岡さん、ありがとうございます。9位 JIMMORRISON さん、ありがとうございます。8位トキさん、ありがとうございます。7位義経さん、ありがとうございます。6位 NN さん、ありがとうございます。5位白うさぎさん、ありがとうございます。4位湘南の空さん、ありがとうございます。3位さいかちゃん、ありがとうございます。2位かもんさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんだったり、コメントや星やギフトなどもありがとうございました。また明日ね、バイバーイ。またね、バイバーイ。